こんにちは、テンバーアカデミーフリヒデオですダイソー商品をアメリカやオーストラリアで販売するまあね今オーストラリア FBA 始まるのを待ってるんですけど、まあ、FBA 始まったらねまずダイソー商品の組み合わせだけで相当稼げそうだなという、えー、予感がしていますアメリカもね、えー、ダイソー商品結構ね競争が激しくなったとはいえ、まあ、うまく セットを作ったり、組み合わせたり、まあ、えー、ライバルが、ね、気づく前に、えー、商品を売れば、結構な勢いで儲かります。で、わずか2年ぐらい前はね、えー、アメリカでもダイソー商品1000円以上で売れてる商品、ボロボロあったということを考えると、まあ、オーストラリアはしばらく、ダイソー商品でいけるんじゃないかなという感じです。で、ちょうどね、ダイソーの社長が、えー、先月、カンブリア宮殿に出てて、まあ、その記事があったんで、読んでみたんですけどね、 まあ、えー、改めて読むと面白いですよね。で、まあ、ダイソーの社長の、まあ、えー、人生がどうだったかというのはね、えー、直接関係ないのでいいとして、現在のダイソー、国内で3150店舗、海外が1900店舗、売上四4200億円と、ね、えー、国内で3150ってありますけど、おそらく国内のインバウンド狙いっていうのが相当数あるんで、まあ、 ダイソーはもうどっちかっていうとね、内需っていうより、インバウンドと海外、だからね、日本国内の安い労働力と、えー、勤勉な国民性を武器にね、えー、海外で、あるいは、えー、海外から日本に来てる旅行者に売って儲けるというビジネスモデルになってます。で、ほんとね、100円のものを売って1円儲けるとか、そういうね、渋い、 え、真似しようと思っても今からじゃね、え、真似できないもうビジネスモデルなんで、逆にもう仕入れで使ったらね、こんな美味しいとこはないというのがね、正直な感想です。やっぱりね、日本で帰ってきてしばらく、ダイソー及びキャンドゥセリア行きましたけど、もう完全にダイソーの品揃えは圧倒的に多いし、え、パッケージを見てもダイソーは ほとんどが日本語と英語、あるいは日本語と英語と中国語、または、えー、日本語と英語と韓国語とか、もう完全にね、海外に売りやすいパッケージになってますね。でそんなダイソーの人気商品ベスト3、1位ネクタイ。ねまあ、ネクタイをこれ日本人が買ってるのか、旅行者が買ってるのか分かりませんけど、何しろにほ日本のネクタイの、えー、販売数の実に2割がダイソーと。ね、2割って。 すごい視野ですよね。ネクタイ専門店じゃないし、紳士服専門店じゃないんですけど、ネクタイ、ね。年間1000万本売れるネクタイのうち、なんと200万本はダイソーが売ってると。凄まじいですね。で、第2位、アイロングローブ、ね。グローブを手にはめ、服の内側に当てると、ハンガーにかけたままアイロン掛けができる。素晴らしいですね。第3位、こだわりのムきアまぐり。これね、コスパすごくいいというのでね、人気ですよね。 で今、力を入れているのが技か。職人技が光る伝統工芸品も並んでいると。美濃焼湯のみは岐阜県の鎌、えー、とから直接仕入れている、ね。まあ、瀬戸物は割れるんで、ね、扱いにくいんですけど、技、ま、か、あ、に力を入れているらのは好都合ですよね。完全にインバウンド狙いっいうのもあるんですけど、えー、これは非常に好都合、ね。今後ますます仕入れが楽しみだなって感じです。でそんなダイソー、えー ダイソーの本社には1日に20社余りのメーカーが全国からやってくると。ね。ダイソー本社は東京じゃありませんからね。日の島の田舎までわざわざダイソーをめがけて1日20社も訪問してるんですね。で、商品の99%がメーカーと共同開発するプライベートブランド。ね。ダイソーとメーカーが共同開発するプライベートブランドなんですね。毎月700もの新商品を生み出してると。去年だったかな。 の店内放送でね毎月 500, 500点の商品新商品を出してますって言ってたんですけど、いつの間にか700に増えてるんですね。まあ、何しろ確かに行くたびにね、えー、見たことない商品が増えてますし、えー、あどっかで見たような商品ね、えー、どっかって無印良品とかね、えー、ハンズとか、えー、ドン・キホーテで見たような商品がいつの間にかダイソーで、えー、ドン・キホーテの5分の1とか10分の1。 あるいはね、良品計画の3分の1から4分の1で並んでるというのがよく見かけます。日本国内でね、4分の1だの10分の1だの価格差があるわけですから、まあ、オーストラリアなりアメリカに持ってきゃ儲かって当たり前というような形なんでね、えー、どんだけダイソーを宣伝するんだって感じですけど、まあ、今までね、教えてきた中で、まあ、 キャラクターがどうこうとかね、ブランドがどうこうというのをね、気にすることなく、アカウントをね、危険にさらすことなく、リハーバが取れるってのは、やっぱダイソーが一番かなという感じです。まあ、今後もね、オーストラリア、FBI 始まったらダイソー商品中心に扱いますんで、ダイソー仕入れには、まあ、力を入れてチクチク、えー、見てね、いろいろサポートしますんで、どんな商品仕入れるんだと、これどうですかと。 ね、これとこれセットはどうですかとそういうこともね、えー、思いついたら逐一、えー、細かく質問していただいて大歓迎なんでご質問お待ちしてます以上天ーアカデミー堀秀夫でした